皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。なんかこれヒカキンさんみたいな YouTube。 本日はですね、私のこの元男の子にまつわるハプニングエピソードトークをしたいと思います。これ第2弾です。第1弾はですね、約1年ぐらい前かな、出させていただいたんですけども、すごいですよ、100万再生以上見ていただいて本当感謝なんですけども、その時の内容が、とある男性と私は性別を隠しながらラブホテルに行ったんですね。まあ言うタイミングを失ったっていうか、まあいろいろ自業自得なんですけども、でその営みの寸前になりかけた時に私の珍望がバレてしまって、でその男性に逃走されたという悲惨なエピソードがあるんですけども、それも気になった方は見てください。で今回第2弾なんですけど、似たような内容です。それはこちら、とある男性とお付き合いになりかける手前で、私が元男の子ですと言った瞬間にぶっ飛ばされたエピソード。イエイ。悲しいですよ。いや悲しいって、最初からお前元男の子なんですって言っとけばいいものって感じなんですけど、それはもう本当自覚してますんで、この後エピソード話していくんですけども、そのエピソードちゃんと聞いていただいたら、あ、そうだったんだねって、もしかしたら、理解していただける方もいるかもしれないんで、早速、話していきます。では動画スタート。エピソードはですね、2015年なんですよ。で、私、その当時、女として生きていたし、いや、今も生きてるんだけど、手術ももう珍望も取った後だから、ある程度その、女として生きていけるんだみたいな希望に満ち溢れてたんですね。池袋をこうやって歩いてたんですよ。そしたらね、ナンパをしていただいたんですね。私は、元男の子だからあんまりナンパされるっていう経験が今までなかったから、すごい嬉しくてちょっと舞い上がってしまったんですよね。でその方についていって、びっくりドンキーっていうね、大手ハンバーグチェーン店ですね。もうすごい美味しくて、そこをご馳走になって、結構いい感じの人だなって、 IT 企業に勤めてて、私より7個上、すごい素敵な方だなって、真面目なんですよ意外と。そういう方もナンパしてくる人の中にいるんだなって。でそっから私は毎日連絡を取るようになったので、こう親密度を高めていくうちに、私がちょっとずつその罪悪感的なものを芽生え始めたんですよね。別に付き合ってないから、友達男友達だから、そこまで考えなくてもいいのかなと思ってたけど、やっぱり私も惹かれていった部分があって、でその方にですね、私は、その出会ってから1週間後ぐらいにですね、 LINE で私は実は元男の子なんだよねって言ったんですよ。したら返信返ってきました。ああいいから、そういうのいいよみたいな、なんか軽くあしらわれたみたいな感じで、ちょっと面倒くさがられたんですよね。ちょっと嬉しさもあったんですよ。バレてないみたいな、バレてないけども、私が本当に元男の子なんだっていうことを知った途端に嫌われるんじゃないかなって、もうこういうふうにあしらわれてるわけですから、それでちょっと私は、そのタイミングでちょっと言うの断念したんですよ、それ以上で。また会いましてですね、デート的なものですよ。もうその時よく行ったのがサンシャインとか池袋の、あとお台場に行ったり、いろいろデートしましたね。本当ちょっとラブホテル行こうぜみたいな、なんかそういうチャラチャラした感じじゃなくて、本当にもうご飯食べて一緒に喋ってっていう、本当の普通のなんか学生デートみたいな感じで、すごい楽しくて、もう失われたこの18年間の漁師みたいな姿の勇ましい記憶をね、全てこう包み込んでくれるんじゃないかっていうぐらい、私は本当に楽しく過ごしてました。でまたね、やっぱり私は罪悪感にまた襲われまして、第2弾ですね、罪悪感パート2なんですけども、会ってる最中にまた私が今度は直接言いました。ただ直接言うっていうのは、その私が元男の子なんですっていうわけではなくて、元男の子的な要素の話をし始めたんですよ。実はさ、私の友達が元男の子さんがいて、すごく一生懸命頑張ってるんだよねって、素敵だと私は思うんだよみたいな感じでさりげなく話したら、俺ああいうの苦手なんだよねみたいな、もしかしてそっち系みたいな、あんまり認めたくない、個人の自由だけども、そういう感じなのみたいな。俺さ、昔ニューハグバーに行って、そこの女の子と元男の子と仲良くなって、個人的に遊んだことも実はあるんだよねみたいな。マジ？たださ、その女の子に金盗まれたんだみたいな。
だからあんまりいいイメージないし、テレビで春菜とか出るともうそのことを思い出して本当に嫌なんだよねみたいな、あの春菜さんディスってるわけじゃない、その方が本当に言ったから、春菜さんは我々元男の子界の星っていうか、もう本当にもう見習う存在であって、全くそんなことないですからね、本当にやめて。まあ良くないエピソードがあったからなんか人をくくりになっちゃってんじゃないかなって、もったいないなと思ったんですけども、まあそっからですね、何事もなくまたサンシャインデートが始まりですね、もう行くたんびにナンジャタウンに行って、私は餃子を食べまくって、もうニンニク臭ブワーってね、もうなんかそんな感じに、まあでも全然いいよみたいな感じで、本当素敵だなって私は思ってました。やっぱりですね、また罪悪感に苛まれまして、第3弾ですよ、罪悪感ボリューム3みたいな感じになりまして、ある日ですね、レベルアップしてトラジっていう焼肉屋さんに連れてっていただきました。まあそこでまた私が言うわけですよ、元男の子さんのことが嫌いなのみたいな、いや別にそうではないけど、よくよく考えてみればそのお金盗まれたってエピソードがやっぱり本当なんか嫌な気持ちっていうか記憶ですごい強いから、多分そう言ったのかもしれないねみたいな言って、これはいけんじゃないのと思って、私目の前にいますけどみたいな、で私がここで勇気を振り絞って言いました。実は私元男の子なんですって言ったら、 まだ言ってんの、なんかそんな感じになって、俺をさからかうのはいい加減にしてよ、何度言ったらわかるのみたいな感じになんかいきなり怒り始めて、私の心の中ではいきなり怒るみたいな、怒られてる怖いんだけどって、同時に私言ってもバレてないのみたいな、私元男の子って言ってもお前女だろみたいな感じで認めてられてるのかなみたいな、いうちょっと幸福感と、もう本当によくわからない感じでぐちゃぐちゃになったんですけども、ちょっと怖いが先行して、えみたいな、私も怒る、何俺をもてあそぶ人なんだみたいな、もういいよ俺帰るって言われて、ドーンってやられたんです、私こうですよ、ドーンってやられたんですよ、初めて私男性から、あ男子時代は全然普通に男からも先輩からこうやって殴られたりしたんですけども、まさか女になって男性にバーンってやられて、しかもそのなんか仕切りみたいな、そのブライン、なんていうの、部屋の仕切りみたいな壁じゃないんですよ、隣の席の人とかの仕切りみたいなところに私打ち付けられてってなって、ドーンってなって、お店のお客さんとかあと店員さんとか、えみたいな、何起きたのみたいな、その人がこれ置いてくから勝手に帰れって言って、私はその人に LINE をブロックされて、約4年間今過ごしてます。ね、最初に私が言わなかったのが悪いんですけど、でもさちょっと聞いてよ、なんで私ちゃんと言ったよ、最初の頃に、そしたらもういいからそういうのって知られてるんですよ、それ辛くない、ある意味私ちょっと失恋した感じになりました、もうそのしばらく、まあ、そういうことがありました。だから本当にやっぱり性別変えたりとか株変えていく人は自分ファーストで行くのではなくて、周りの人にちゃんと実は元男の子なんですみたいな感じで言っといた方が何事も円滑に行くなと思いました。そもそも私が最初に元男の子ですってそのナンパされた日に言っていれば、その人と4ヶ月間このデート的なことはしなかったと思うんで、まあ、その人の大切な4ヶ月間を奪ってしまったっていうわけになるんですかね。結論的には今後私も周りの人に極力迷惑かけない生き方をしていけるように頑張ります。同情してもらうとは全く思ってませんよ。同情してもらってもいいんですけど、あ同情 しないで絶対。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram、 あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。